こんにちは、Tです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画はですね、以前に公開しました太陽公園のシネマティック映像の解説をやりたいなと思っております。こちらを、Twitter に公開したところ、結構たくさんのリツイートだったりとか、いいんだったりとかがついて、たくさんの方に見ていただけたので、解説といいますか、セルフレビュー、どういう感じで編集したのかっていうものを編集画面を見ながらご紹介したいなと思っております。なのでちょっとああいった動画を作ってみたいなって方がいましたら参考にしていただけますと嬉しいです。もしまだ見てない方がいましたらぜひぜひ概要欄の方から見てください。では最初からちょっと解説をしていこうかなと思います。まずはこの太陽公園って書いてあるところですね。はい。最初黒入れてるんですけど、BGM もどんどん上がっていくので、それに合わせて、こちらも入れているような感じです。なんか世界ですね。なんかマチュピチュ系のなんかあの辺の遺跡を模したやつだったと思います。はい。ここからも、五円玉から出てくるっていうような表現なんですけれど、まず、ジンバルハイパーラプスっていうものを使っています。ジンバルでまっすぐ、歩いた後に編集上で速度を上げるプラスですね、保管フレームブレンドっていうものにしています。それに合わせてこんな感じに五円玉をから出てくるっていう表現にしていました。まあでっかい五円玉の石があるんですけど、何かここから出せないかなと思って何かを入れる前提で撮影をしました。で、これ、一つずつ、マスクですね。合成みたいなのをしてて。まあ、粗さとかも出ちゃってるかもしれないんですけど、マスクをかけて、一つ一つ、位置を動かしてやっております。で、次が、はい。これは、一緒に撮影に行ってくれたトマさんという、映像クリエイターの方です。後ろ姿を撮らせてもらいました。ここでなんか立ち向かってる姿感が出ますよね。一種の主人公っぽいような雰囲気になります。で、万里の頂上に入っていくところなんですけど、ここもジンバルハイパーラプスを使っています。結構一直線の道だとやりたくなっちゃいますね。はい。で、こちらを上に向けて、で、ここから下がってきた瞬間に、次のカットに移動するようにしています。これマスクをかけてますね。これ単純です。はい。これすごいですよね。このお地蔵さんっていうかお坊さんの数がめちゃめちゃあります。先ほどと同じ位置なんですけど、これも、ジンバルハイパーラプスの時と同じように、ジンバルで石像の間を駆け巡りながら、保管でフレームブレンドして速度を上げてます。で、これマーライオンですね。この辺も同じですね。やってる手法としては。で、こちらが、はい、天安門です。こちらは、ジンバルのハイパーラプスではなく、実際に写真を一枚一枚歩きながら撮って、で、それを組み合わせるという編集の手法ですね。もともとは写真なんですけれど、それを映像化しているというような感じです。はい。で、ここから、ブンと、上から下に降りてくる池ですね。で、次が、鐘を鳴らすところです。一緒に行ったトマさんに鳴らしていただいて、この鐘の、この部分ですね。ここを中心になるように、撮影の時で編集の時も気をつけました。はい。で、そのまま左に振りました。で、次がこうなります。はい。モアイですね。このモアイ像を撮るときに、右から左に撮ってるので、こことここを動きを合わせるって感じです。で、合わせるときに、不自然にならないように、この、間ですね。つなぎを早くしてます。で、より自然に見せることができます。これはパリの凱旋門を模したやつですね。凱旋門の一部を取って、そこからこれブレをちょっと
生かしてエフェクト的に使ってビュンと一回ハイパーラプスして、まあ本当にジンバルハイパーラプスのオンパレードですね。ビュンと、これは下に下げた瞬間早くして次のカットの絵になってます。はい、ピラミッドですね。でピラミッドからピラミッド、これマッチカットって言うんですけど、同じ形とかを利用して、カットしている手法ですね。はい。で僕の中での一番のサビ的な要素、一番盛り上がるところはここです。音楽も聞いていただいたらわかるんですけど、なんか登場してきたような雰囲気があるので一番の盛り上がりをここに持ってきました。基本的にはジンバルハイパーラプスです。それにここに下に音声のファイルがあるんですけど、ここに風の音をシュンって入れてます。でそこから、はい、実はこれ2カット使ってます。別のカットで回るカットをしてます。これ実際にくるくる回って、速度を上げてフレームブレンドしてるっていうだけです。で、終わった瞬間に上に上げて、その次のカット。これも上に上げてるカットがあるので、それとそれをつなげるっていう感じですね。結構素材と素材をつなぐのに、右に振ったり左に振ったり、共通のものがあると後でつなげやすいです。で、ダイナミックな天眼門の広場ですね。はい、ここなんですけど、ここも振りと落ちを決めていて、最終的にこのカットを見せたいんですね。 なので音楽に合わせて一人一人ピックアップして、これが振りですね。で音楽に合わせて落ちを作る。なんか待ち受けていたのは戦隊の兵士みたいな感じのイメージです、個人的には。でここからラストに向かっていくんですけど、島に散らばった数々の秘宝たち的な感じの、イメージです、僕の中では。でこのシーンなんですけど、急に暗くなって出てくるっていう。で僕のイメージの中では、実はこいつが黒幕みたいなイメージです。本当に自分の中でしか物語を作ってないのであれなんですけど、ラストはちょっと消化不良的なところがあって、最後ダーンって終わるので、このタイトルを入れたかったんですね。それにつながるように印象付けたいカット、これも撮影してて使ってなかったので、これもハイパーラプスにしてます。そしてこの前はその最後に、最後につながるカット、伏線的な感じの要素で使ってます。この間なんですけれど、木を境にしてマスクを切ってます。こういう建物、電柱とか木とかがあるとマスクが切りやすいですね。はい、いかがでしたでしょうか。本日は太陽公園の編集画面の紹介、どういう感じで編集したかをご紹介させていただきました。この太陽公園の場合はマスクを切ったりとか、素材と素材のつなぎっていうものを意識して編集するようにしました。またそのテーマによっても編集の仕方を変えていくので、また今後の作品にも期待してもらえると嬉しいです。では今日の動画がいいなと思った方はぜひ、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日もご覧いただきありがとうございました。